はい、こんにちは。本の方よろしくお願いいたします。4月15日発売です。おかげさまで予約の方は好調です。で、単に二次方程式を解けというだけの話なんですが、まあ、ただし愛が混じってるんで、まあどうしようかなと。で、二次方程式なんで解の公式は万能なんで、これでも使っちゃダメなわけがないんで、じゃあ一応使ったとするならば x イコール、まあ真ん中偶数だから例の b' が使えて1分のですね、で、マイナスマイナスでプラス i。プラスマイナスルート、中身は i の2乗マイナス ac で、これまあ両方マイナスだから、結局プラス2足す i ですよね。そうすると i の2乗はマイナス1だから、これと合わせて1足す i と。で、まあこれでまあ答えだと。言い張られたら、まあそれはそれでまあ間違いじゃないでしょうけども、間違いじゃないんですけども、まあただ、ルートの中に i があるのはどうなのと。あまりよろしくないんじゃないのということで、じゃあどうするかって言ったら、じゃあ平方完成して解こうかと。言うと、x-i の2乗。で、これって、解の公式って、結局は平方完成して式変形してるだけなんで、このもうイコールはもう分かってますよね。これ要するに、これ、どうやってこれが出てきたかっていうと、x-i 移行して、プラスマイナスルート1たす i。これ両辺2乗して、x-i の2乗イコール1たす i っていう、こういう式変形したからこれが出てきたんで、結局これは1たす i ですと。まあ当たり前の話です。じゃあそしたら、じゃあ x-i っていうとある複素数を、じゃあ極形式で、絶対値を r。r はもちろん正の実数。で、cosθ プラス isθ と。え、まあ、極形式で表したとするならば、じゃあ、これを2乗したらこうですよという式。だったら、まあ、ルートの中に i がとりあえず出てこなくて済むんで、じゃあ、r の2乗、括弧、コーサイン、2乗すると、ドゥーマーブル使って2θですね。プラス、isθ が、1たす i。じゃあ、1たす i も極形式で表しておくと、1たす i っていうのは、1と 1i だから、まあ、角度は45度ですよね。で、長さは1、1だからルート2。なんで、ルート2、コーサイン4分の π 足す、i サイン4分の π と。じゃあ、ここで、まず大きさから r の2乗がルート2なんで、まあ、とりあえず、絶対値、大きさ、長さは r は、まあ、2の4分の1乗ですね。4乗根2。で、あとは、角度を比較すると、2θ が4分の π なんで、2θ が4分の π で、もちろんぐるっと回っても構わないから 2nπ と。で、一般的に、これ要するに、まあ、なんとか、これ、ラージ x ともすれば、なんとかの2乗がなんとかですよ、という方程式。これは仮に、虚数でも何でも、要するに、プラスマイナスなんとかが答えになるのと同様に、なんかの n 乗をしたらなんかですよというときは、ある1個の解が分かったならば、ある1個の解が分かったならば、まあその大きさいくつか分かりませんけど、半径いくつかの円周上のある1点が解って分かったら、まあですから例えば、x3 乗イコール1みたいな方程式は、半径1で1が1つの解って分かったら、そしたら1つの解を頂点とする、この場合だったら正三角形と。例えば、x の5乗が i みたいな5次方程式。i って4乗すれば1なんで、i は5乗すると i ですよね。4乗と i で。そうすると、x5 乗イコール i の1つの解っていうのは、i が1つの解ですと。そしたら、そこを頂点とする正五角形が他の4つの解になると。いうのが、ドゥーアブルからして明らかなんですよ。で、この場合は、2乗だと正二角形はないんで、まあ対角線ですね。対角線とは180度反対側、ある解があったら、それの反対側が解になると。まあ普通の実数だったら、こことここっていうふうに、まあよくわかると思います。同じ、そのことが。で、じゃあこれも、セータは、8分の π、プラス、まあ、nπ と。まあ、要するに、180度反対側だってのが分かると思います、これで。π ずつ回っていきます。その要するに、0と1の時だけですね。
8分の π が1つの解で、もう1個はその180度反対側ということになりますと。じゃあそうすると、結局出ましたと。なんで、x-i が2の4分の1乗括弧コサイン8分の π プラス i サイン8分の π と、まあ、n イコール0の時はこれで、n イコール1の時が2の4分の1乗イコールつかな、またはか。コサイン、一周だから8分の9π プラス i サイン8分の 9π なんですが、まあ、これでまあ答えていいんでしょうけど、でまあ移行すれば、i を移行すればそれでいいんでしょうけど、まあ、一応やっぱり8分の π はルートなんとかに直せるんだったら、直しておくべきかなと。となると、半角の公式が必要になりますね。コサイン4分の π が、2分のルートにですよね。で、サインに4分の π も、まあ、2分のルートに。なんですが、じゃあ8分の π はというのは、半角の公式はすみません、私は覚えてないんで、そういうのはその場で、倍角だけはさすがに覚えてるんで、倍角を使えば、まあ、半角はすぐ出せると。コサイン 2×2 分のセイタとすれば、これでコサインセイタは、これ要するに2分のセイタとして倍角を使えば、2コス事乗2分のセイタマイナス1と。で、そうすればコサインセイタが、2コス事乗2分のセイタマイナス1と。じゃあ今ここで、セイタを4分の π ですね。4分の π とすれば、8分の π、これが8分の π ですね。2コス2乗8分の π は、2分のルート2たす1と。じゃあ、コス2乗8分の π は、4分の、2分のルート2たす2の半分だから、4分の2たすルート2と。で、8分の場合は明らかに第一象限の角度なんで、プラスですね。なんで、コス8分の π は、2分の、まあ、この二重混合は取れないと。2たすルート2と。でそしたら、サイン8分の π も、これは、これを使えばいいのか。サイン2乗8分の π が1引く、これですよね。4分の2たすルート2。サイン2乗とコサイン2乗で1なんで。1からコサインの2乗引けばいいと。そうするとサイン2乗8分の π が4分の4引く2引くルート2だから2引くルート2と。じゃあこれは2分の、やっぱり第一象限なんで、まあ、プラスなんで、ルート2引くルート2と。いや、そしたらば、答えはじゃあ結局、まあ、答えだけなんかなかったらしい。しょうがないです。すいません。で、8分の 9π は、このもう、プラス、両方ともマイナスにすればいいだけですね。ちょうど反対側なんで、コサインもサインも符号反対と。じゃあそうすると結局答えは x は2の4分の1乗括弧これが2分のルート2たすルート2たす2分のルート2引くルート2i と足す i と。まあ本当は、この i と i まとめた方がいいんでしょうけど、まあいいや。と、あと、2の4分の1乗括弧、マイナス2分のルート2足す、ルート2引く、2分のルート2引く、ルート2i、足す i と。まあだったらこれあれか、プラスマイナスでまとめちゃえばいいことか。ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。